先日琴目が出産した。入院時、荷物持ち&タクシー代わりに手伝わされたのだが、行ってみると、琴目の姑が来ていなかった。琴目曰く、こういう時に姑なんて邪魔よねえ。なんだと？4年前の私の出産の時は、止めと二人して居座って、私の大事な思い出をめちゃくちゃにしたくせに、腹が立ったので、琴目旦那のところに行き、姑を呼ぶよう言ってやった。琴目旦那は、最初、琴目が呼ぶなって言ってたんだけど、と言ってたので、私の出産の時は姑である止めさんも、義妹である琴目ちゃんも自分から進んで、呼んでもないのに来てましたよ、毎日。そういうスタンスの人だから、お姑さんに遠慮してるだけで、本当は来て欲しがってると思いますよ。ぜひ呼んであげて、出産を見守ってもらった方がいいですよ、と説得。琴目夫、嬉しそうに即電話かけてた。で、1時間もしないうちに琴目姑到着。琴目、目をひんむいて、なんで？呼ぶなって言ったのに。と、琴目旦那に。怒鳴ったので、にこやかに。琴目ちゃんこんな時に遠慮なんかしないで。私の時だって来ないでと言ったのにあなたたち来てたじゃない。あなたも私と同じように入院中ずっとお姑さんに来てもらって赤ちゃんも抱っこしてもらったらいいわ。そうしてほしいから私にもそうしたんでしょ？と言ってやった。琴目、何回言い返そうとしたけど陣痛が来たらしく黙ったので。さあ、琴目今夏の出産なんですから邪魔しちゃいけませんよ。と、止めを無理やり引っ張って退室させ、琴目姑に、あとはよろしくお願いしますと頭を下げて帰った。ははは、ざまみろ。止めは、夫に、電話で何か言ったようですが、止めは、一人では、何もできない人で、琴目がいないと、私に強く言えない。夫は、私の何がいけないのか理解できず、気を利かせて琴目姑を呼んだ優しい嫁認定して褒めてくれました。琴目夫から無事出産が終わったと電話があり、お姉さん、私のおかげで、母、琴目姑に、誕生直後の孫を抱かせることができました。アドバイス通り毎日、入院中の琴目のところに顔を出させるようにしますだって。琴目はまだ入院中なので連絡はないけど、さあどうなるかな。せっかくだから、産後の世話も頼んでおけばよかったかしら。うちの母親と祖母の神経がわからん。うちは、三人兄弟。私真ん中。母親曰く、ずっと男の子が欲しくて頑張ってたらしく。5個かに待望の男の子。待望の男の子だけあって、両親も祖母も、小さい頃から、まあ、弟を可愛がる可愛がる。軽く例を挙げると、幼少期私や姉が勝手に家にあるお菓子を食べたら、泥棒ってビンタして怒ってたのに弟に対しては、お腹減ってたんだもんねえ、自分で取れて偉いねえ、猫なで声。私や姉は、中学校に入ってからのお弁当前日のご飯の残り物なんかを自分で詰めていって、帰ってきたら自分で洗ってた。弟は全部朝、早くから母親が手作りして詰めて、カバンに入れてあげて、帰ってきたら、カバンから、祖母が、カバンからお弁当箱出して洗ってあげてた。学校の時間割も、親か祖母が全部準備してあげていた。時間割をメモしていない時には、親が、同級生の家に電話をして、必要なものを聞いて準備してあげていた。他にもやるべきことは、全部親が代わりにやってあげて、嫌なことはしなくていい。悪いことしてもたーちゃん、弟の両親と祖母からの呼び名は悪くない。でめちゃくちゃモンペになってた。特にモンペ度合いがひどかったのが父。勉強しないでテストで赤点取っても、頑張ったたーちゃんにこんな点数つけるなんて。って、学校にクレームの電話とか入れる恥ずかしいバカ親になってた。ちょっとは自分でやらせた方がいいよっていう
私や姉の忠告を無視して甘やかし続けた結果、弟はまあ見事な三文安の甘ったれのバカに育った。高校も A 高校県トップの公立中高一貫進学校に行くとかほざいてたけど赤点取ってて全く勉強してなくて当然落ちた。私子でも受かってたのに、なんで俺が落ちるの。 A 高校は私の出身校。小学校の時に中学受験して中等科からエスカレーターで進んだ。弟は私がよくテストの結果で叱られてるから私がバカだと思ってたらしいって癇癪起こして大暴れしてた。そりゃ中学受験の時点で死ぬほど勉強したし、内部進学も足切りあるから引っかからないように最低限の成績を維持してた。体よバカ。レベル高い上に他校の半分しか募集してないから倍率高いのに、勉強しないで受かるわけないだろこのハゲって感じだった。親にお前の学校ターちゃんを受からせないなんておかしい、間違ってる、先生に文句言ってこいとか言われたけど、私とっくに卒業してますし、まあすったもんだって。結局二次募集あった件でも最底辺の高校に進学したけど、やる気なくてしょっちゅうサボってる。いくら甘やかされて育ったとはいえ、ここまで増長してダメになった弟もなんだかなって感じだけど、それより何より私と姉が家を出て家事手伝い要員がいなくなった途端に弟のダメさ加減に気づいた保護者 S。 なんでこんなことに、大事に育てたのにじゃねえよ、お前らのしつけのせいだよ。毎日毎日家に戻ってそこから大学通えって電話かけてくるバカ親、実家からだと車で1時間も通学にかかるのに、なんで格安で大学までの徒歩10分の今のアパートを出て実家に戻らないと、なんですかねえ、家事要員欲しいだけだろお断りだボケ。奨学金とバイトで学費と生活費賄ってるから遊ぶ暇ないくらい忙しいけど、そっちに戻るより全然マシだし、お前らに金出させてないから指図聞く必要もないんだよ。実家に帰るたびにターちゃんの面倒見てあげて、お弁当箱洗ってあげて、勉強教えてあげてとか、壊れたラジオみたいに繰り返してるババア。お前がやれ私はやらん、ほんとこいつらまとめて神経わからん。大学卒業したら首都圏で就職が目標だから達成したら縁切る。